つかアイドルの一番星になる。虹の夢アイカツ始めます。確かにこの暑さ尋常じゃないね。あ、もうダメ。あ、小春ちゃん大丈夫？ちょっとクラッとして。夏バテじゃない？じゃあちょっと休憩しよう。生き返った。よかった。ありがとう小春。何か食べたら？スタミナつけないと。うん、でも食欲がなくて。やっほー、ゆず先輩。お、ご飯てんこ盛り。それ全部一人で食べるんですか？もちろん。見てるだけでお腹いっぱいです。顔色悪いぞ、どうしたの？夏バテしちゃって。それならとってもいいものがあるぞ。はい、これこれ。ネットサマーダンスバトル？これって毎年夏に高原で開催されるあのダンス大会ですよね？そうだよ。有名な大会なの？プロも出場する。ダンサーなら誰もが憧れる大会だよ。国内最高峰の大会で、この夏のトップダンサーを決めるんだよ。へえ。ゆず先輩、この大会に出場するんですか？もちろん。ゆず先輩のダンス見たいです。高原なら涼しいだろうし、小春の夏バテ解消にもいいんじゃない？うん、私も行きたい。なんてったって夏休みだもんね。みんなで遊びに行っちゃおう。夢は見るものじゃない、叶えるものだよ。輝きたい衝動に素直でいよう。これが鈴風ソフトだぞ。あ、濃厚。
くって美味しい。はい、焼きとうもろこしだぞ。熱々、甘い。ゆずの大好きなクリームソーダだぞ。シュワシュワ。大会名物タコスだぞ。辛い。でも止まんない。どれもこれも美味しすぎる。夏バテどっか行っちゃったでしょでしょ。そういえばゆず先輩、こんなところにいていいんですか？大会に出場するんじゃ。ゆずの予選はもう終わったし、平気平気。平気ではありません。ゆず様、決勝までここでじっとしていてくださいとお願いしたではありませんか。だって美味しそうな匂いがしたんだもん。じっとしていられないぞ。決勝は強豪ばかりです。体力を温存しておかないと。あのすみません、ゆず先輩は私たちを案内してくれたんです。虹野さん、どうしてここへ？ゆず先輩のダンスを見たくて。こちらは私の友達で、歌組の桜葉ローラです。美し組の七倉小春です。私は舞組幹部3年の桂美希。同じく舞組幹部2年の明石さやです。ミッキーとさやはとっても頼もしい幹部なんだぞ。お？お世辞は結構です。早く戻りましょう。ゆめちゃんたちもおいでよ。はい。イッツサマーレッツダンス。 I'm マイグミティーチャーデーブ佐藤、よろしく。お邪魔します。動きがキレッキレ。デーブ先生すごい汗。汗は全力で生きてる証さ。僕は暑い夏を全力で生きてる。さあ君たちも熱く生きようぜ。アウ。デーブ先生って汗だくで熱いこと言うから本当熱苦しいぞ。二階堂、今日も発言がストレートで爽快だな。いいぞ、それも個性だ。予選最後のダンサーの登場です。骨骨ブラザーズだ。この人たちすごい。息ぴったり。この大会相当レベル高いね。彼らは国内外で活躍しているプロダンサーさ。優勝候補ナンバーワンだ。おっと、ホネホネブラザーズの得票数がぐんぐん伸びていく。この大会は観客が気に入ったダンサーに投票し、上位10名が決勝に進めるのよ。そして決勝で投票を最も多く得た者が優勝。優勝者はダンスの本場ロサンゼルスへダンス留学できるのです。ダンス留学？面白いじゃない。最高得点が出ました。ホネホネブラザーズトップで予選通過です。決勝で1位になればいいんですよね。皆さん頑張ってください。私たちはすでに予選落ちしちゃったわ。そうそう、みんなめっちゃはるかも落選しちゃってテンションダウンダウン。いや十分テンション高いって。舞組全員が予選に出場しましたが、通過したのはゆず様ただ一人です。ゆず先輩すごい。あれ、おお、こっから会場がよく見えるぞ。久しぶり、元気してた？美味しそうなクレープがあったから一緒に食べたくってさ。はい。美味しいぞ。またね。早く学園に戻ってくるんだぞ。まもなくダンスバトル決勝が始まります。出場者の皆さんはステージ裏へ集合してください。ゆず先輩まだ来ないね。どうしたんだろう。ゆず様が苦手なもの、それは集団行動、時間厳守。そしてゆず様は好奇心旺盛。何か楽しいものを見つけたら夢中になってしまい、集合時間を忘れることは十分にありえます。そうなんですか。も
もし時間に遅れちゃったら即失格だ。バーって、舞組全員集合。はい、この会場にはゆず様を誘惑するものが溢れている。我々の任務はゆず様を見つけ出し大会の決勝に出場させること。ゆず様捕獲作戦開始。はい、ゆず様発見。大道芸人と一緒にジャグリングしている。方向は南南西。いません、逃げられました。広場にゆず様発見。蝶々を追いかけている。方向は東南東。待て、例のものを。はっ、ターゲットロック。え、ちょっと待って、あ、テントウムシ見っけ。やはりこれでもダメか。すごい。でもどうして。二階堂は舞組のトップ。2年生で S4 になった実力者だ。直感、運動神経、いずれも野生の獣並み。ちょっとやそっとじゃ捕まらないぞ。あれれ、テントウムシいなくなっちゃったぞ。あ、そろそろ戻らなきゃだね。ん、ダチョウ。君、どこから来たの。ほら、おいで。大丈夫、怖くないぞ。君、お家はどこ。迷子かな。そっか、お母さんとはぐれちゃったんだ。じゃあゆずが一緒にお母さんを探してあげる。お待たせしました、熱湯サマーダンスバトル決勝、いよいよスタートです。作戦を立て直そう。始まっちゃったよ。ゆず先輩、どこ行っちゃったんだろう。ほねほねブラザーズ、素晴らしいパフォーマンスでした。さあ、得点はどうだ。なんと1位に躍り出た。ゆず様はまだか。南ブロックと東ブロックにはいませんでした。私たちも探そう。舞組の人たちがこれだけ会場を探してもいないなら外に出てるのかも。もしかしたらこの道見覚えあるけど。好奇心旺盛なゆず先輩なら動物にも興味を持つかも。あ、いた。ゆず先輩、お母さんに会えてよかったぞ。ゆず先輩、何してるんですか。ダチョウの子が迷子になってたから連れてきたんだぞ。もう決勝の時間ですよ。もちろん分かってるぞ。でも困ってる子をほっといたら楽しく踊れないから。ゆず先輩、というわけで大失敗。おお、早っ。さあ、残すところもあとわずか。このままラストまで突っ走るぜ。次がゆず様の出番です。ゆず先輩、お、ダチョウのママさん、乗せてくれるの。ありがとう。二階堂、ダ
蝶に乗って駆けつけるとは誰も予期せぬパフォーマンスだ。二階堂、君は最高だ。さすがのはるかも目が点になっちゃいました。びっくりびっくり、イエイ。ゆず様、突っ込みたいことは山ほどありますが、後で。早く準備を。うん。お預かりしていたカードです。トロピカルフラガールコーデ、トロピカルカラーのスカート、花をふんだんにあしらったカラフルなデザイン、夏らしく、そしてゆず様にふさわしいドレスだと思います。ミッキーがそう言うなら間違いなしだぞ。ミッキー、サーヤ、ありがとう、大好き。いえ、そんなこと言ってごまかそうとしてもダメですからね。だって本当のことだもん。さあ、スタンバイを。はーい。ゆず先輩、みんな頑張ってください。うん、ありがとう。みんなには迷惑かけちゃったぞ。そんな、あの、ゆず先輩は緊張しないんですか？こんなにすごい大会なのに。緊張するに決まってるぞ。え？ライバルは全員実力者。舞組のみんなが予選落ちしちゃって、みんなの期待がゆずに集まってる。重いよね、本当。ゆず先輩、でもダンスは楽しく踊るものだから、緊張もプレッシャーもワクワクもドキドキも全部ひっくるめて楽しむんだぞ。次はスーパーアイドル S4 のメンバー、二階堂ゆずさんです。楽しいのが一番。
まったくだわ。ユズ様は自由で勝手で、私たちは振り回されてばかり。でもユズ様のダンスを見れば苦労など吹き飛んでしまう。年下なのにライバルなのに、あの方が思いっきり踊れるように力になりたいと思ってしまう。本当に困ったものです。ですね。熱湯サマーダンスバトルを勝ち抜いたこの夏のトップダンサーを発表します。得票数断然トップ、 S4 の二階堂ゆずさんです。では優勝者インタビューです。二階堂ゆずさん、優勝おめでとうございます。みんなゆずに投票してくれてありがとう。見事ロサンゼルス行きを手にしましたね。今のお気持ちは？ロサンゼルスって？ズコ！優勝者はロサンゼルスにダンス留学できるんですよ。おお、そういえばそんなことも言ってたね。おお、バッタさん！え？今は S4 や舞組のみんなと踊るのが楽しいから。まったく。ロサンゼルス、はるかにあげようか。え、いいんですか？オッケーだぞ。先輩って自由すぎる。ねえみんな、見てるだけじゃ物足りなくない？体がうずうずしない？ゆずはうずうずしっぱなしだぞ。みんなのダンスを見てたらテンション上がっちゃった。もっともっと踊りたいぞ。みんなで一緒に踊ろうよ。レッツダンシング。情熱とプライド、つかめアイドル一番星。